班名はなぎなぎです。増田です。小原です。キメです。プラン名は高齢者と高校生の電車小旅行で、キャッチコピーはコロナ禍でも楽しく元気にです。このプランは65歳以上の高齢者3人と高校生3人が楽しく会話をして大阪で電車小旅行をするプランです。なぜ3人同士なのかというと、会話も弾むし何かあった時でも助け合えると考えたからです。初めて利用する人は無料で高校生とお試しにお散歩をして、次回電車小旅行をするかを決めます。決めた人は2000円を支払います。高校生はボランティアとして参加するため、図書カード1000円分が特典としてもらえます。高齢者が支払ったお金は期待に納め大阪市に行き、大阪市から高校生に図書カードが配布されます。このプランは SDGs の3番にあるすべての人に健康と福祉をに当てはまっていて、高齢者が電車で小旅行をすることによって健康増進につながります。そして高齢者に電車での移動手段も便利で楽しいということを認識してもらい、運転免許証が未納である高齢者が運転免許証を返納する機会にもつながります。高校生によるメリットは、高齢者と会話をすることで一つの人生経験となり、たくさんのことを学べます。このプランは高齢者と高校生だけにメリットがあるのではなく、高齢者を支えている周りの家族や地域の方にも大きな影響を与えます。今から高校生と高齢者が電車小旅行をしている風景を再現したいと思います。今日は天気がいいね。そうですね、天気がいい日の旅行は最高ですね。君たちは今いくつなの？17です。17です。僕は67歳だよ。50歳差か、若いっていいな。なぎおじいちゃんは高校生の時何してたんですか？朝早く登校して朝ごはん食べた記憶しかないな。このような感じで高齢者と高校生が電車小旅行をする企画です。以上です。ありがとうございました。